どうも激辛ジョニーです。今日もみんなのシーン火をつけちゃうぞ、やってきましたー。はい、というわけで今回ですね、名古屋市にあります名古屋辛麺シャチリンさんにやってまいりました。こちらですね、宮崎発祥のね辛麺が楽しめるということで今回やっていくんですけども、先日ですね大食い界のレジェンドマックス鈴木さんのチャンネルの方でですね、6杯ぐらいなんか辛さレベルをじゅんぐり上げてって、なんか爆シャチというものでね激辛メニューにチャレンジされておりました。動画でですねマックスさんがですね、この動画は今井マイケルズさんと激辛ジョニーに捧げますとコメントをいただきましたから、私名古屋に飛んでまいりました。今回ですねマックスさんが食べたね激辛メニュー爆シャチのねさらに上で3段階上の爆シャチ回っていうねとんでもない激辛メニューがあるということで、今回それに挑戦していきたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。愛知県名古屋市にあるラーメン屋シャチリン、今回はこちらの激辛メニューに挑戦していく。通常の辛さは全6段階、極シャチ回は爆シャチの3段階上の辛さを誇る裏メニュー。このラーメンには全部で7種類の唐辛子が入る。まずは基本の3種類、甘口唐辛子と辛口唐辛子にレッドペッパー、これらをベースとなる背脂たっぷりのスープに投入していく。続いて醤油だれの返しを入れ沸騰させます。そしてハバネロ、キャロライナリーパー、ザ・ソース、カプサイシンソースの辛さヘビー級の唐辛子4種類を足していきます。辛さの値を示すスコヴィル値はハバネロ35万、カプサイシンソース150万から300万、キャロライナリーパー220万。最後に世界で最も辛いソースと呼ばれているザ・ソースのスコヴィル値は710万。少量舐めただけでも猛烈な胃痛に襲われる超危険な香辛料だ。続いて麺を入れ、シャチリン特製ミンチとニラ、溶き卵を加えます。麺が茹で上がったらスープと合わせ、ネギ、ニンニク、背脂をトッピングしたら完成。シャチリン激辛メニュー極シャチ回のお目見えだ。今日ですね名古屋辛麺シャチリンの社長さんに来ていただきました。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。社長は辛さどれぐらい食べれるんですかね。社長ですよ。はい、強いに決まってるじゃないですか。じゃあ行きましょうか社長。あー怖い。いただきます。いただきます。スープいただきます。これ3辛だよな。本当に本当に、はい、こっちやってますよ。うわマジすげえな。いやすごいな、破壊力半端ないぞ。いっぱいいきます。いきますよ。いけるいける。麺は結構一気にいく派なんですね。いい絵が。マジでやばいこれ。どうすかじゃないですよ。社長の辛麺美味しそうですけど、これはえぐいわ。うーわ、ちょっと待って、激辛とかそういうレベルじゃない。痛い。麺半分ぐらい取りましたね。いきました。ちょっとあれ用して JK。JK を。うん。え？ジョニーキラーを。いやいやこれなんですかこれ。これはですね、豚軟骨にキャロライナリーパー、ハバネロ、ソース。特別豚軟骨。めっちゃ汗かいてる。社長これはダメだってやばいってこれ。おやつ的な感覚で。サービスおやつ的なね。ちょっと待って、シャレになんない。もう豚軟骨とかそういうレベルじゃないわ。辛。ちょっと待って、じゃあちょっとあやばっ。ちちょっと待って、これやばいよ。無理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 だ。あー、これを入れていただくと。入れるわけねえだろ。味変で。これダメだ、ダメだ、マジでダメだ。ガチのやつ、ガチのやつ、ガチのやつ。全然簡単に食べちゃうんですよ。いや、マジで無理っす。マジで無理っす。ふざけないでください。いい加減にしてください。いや、マジでやばい。あ、ありがとうございます。え？何それ？辛麺スペシャルですね。当店一番人気の。八輪さん一番人気の辛麺スペシャルです。辛さはそれに。辛さです。お前もグルか。美味しく食べましょうか。じゃあいただきます。はい。ああ、無理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 。ガチですか？ガチガチガチ。僕頑張って食べてるんですよ。強靭な胃袋してないんですよ。ダメだ。ああ、マジでダメだ。ああ、本当にもってこれは。来るから作ったんだけどな。ああ、みんなで考えて作ったんだけどな。待って、これやばいわ。ちょっと待って。から。どう？ああ、美味しそうじゃないか。こっちマジで焦げた。マジでやばい。ちょっと待って。ちょっと待って、マジでやばい。ああ。ああ。これダメだ。これダメですわ。はい、じゃあ。さあ。痛い。いや、ちょっとマジでこれやばいって。やばいな。やばいでしょ。これはやばい。キャロラインリーパーとかザ・ソース入ってるらしいよこれ。あ、買って。これやばい。ジョニーさんのために作りました。間違いない。寝ずに開発したんで。余計なことするな。逃げたい。逃げたい、私逃げたい。いや、マジで西成レッドぐらいやばいっす。ちょっと器もらっていいですか？ちっちゃい器。ちょっと作戦に出ます。とりあえず麺は食べきりたいと思います。ごめんなさい。スープも飲んでください。無理です。バカなんですか？なんかやってる。違うんですよ。ちょっととりあえず精神的にちょっと麺をまず。そう。長年培ってきた技です。すげえ。混ぜます。バカ野郎。混ぜれるわけねえだろ。うわ、これマジでやばい。あ、もうダメだ。あ、これ無理だ。これ無理っすわ。これ何食べとんじゃん。当たりが出たらもう一杯、当たりが出たらもう一杯作ってあげて、これ多分残したらちょっと申し訳ないんで。まあまあからも全部いけますもんね。でもこれはちょっと違うわ、レベル違う。よし、やります、やりますよ。それご飯かなんかに乗せます？できない。どこがだ。相性がつけなわけないな。激辛ジョニーとしてちょっとさすがに麺だけ残すのはあれですよね。なんで。いや、追い飯いらないですからね。そういうボケいらないですから。もうやめても。なんなのもう。よしよしよし、いけるぞ。よしよしよし、いける。いける。無理だろ。無理無理、もう限界だ。ごちそうさまです。お飯は？あ、お飯なしで。なしで。はい、ありがとうございます。社長、完食で。無理だ。ごめんなさい、牛乳飲んでみたい。もう無理だ。牛乳ですか？チャレンジ無理。もうダメだ。ごめんなさい、牛乳飲みます。お湯しありますけど。いらんて。から。というわけでちょっと牛乳とヨーグルト飲んで落ち着いたんですけども、ありがとうございりました。どうでした？いや、これマジでやばいですね。僕は無理です。マジで無理です。とんでもないです。これね、食べきれなかったんで、この敵はね、ぜひちょっと今井マーケットさんに取っていただきたいかなと思うんでね、今井マーケットさんよろしくお願いしますと。社長さんのチャンネル概要欄に貼っておきますんで、ぜひそっちの方を見てください。社長、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうでしたか？出直します。今日はもう帰る。